へえ、うん。あ、そうなんだ。うん。ああ、すごいいっぱいいるねさあ、ガチャン。天草市内の方にだいぶ入ってきてますね。はい、そうですね。で、今見に行きたいなと思ってるのが祇園橋っていうところなんだけど、ああ、そう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 。京都の祇園は聞きなじみがあるけども、こっちでも祇園たるんだね。見えるかしら、見えるかしら。この辺がまさにそうだ。これはそうなんだおお、ね。見えちょる、見えちょる。あ、渡れないように今なってるんだ。ああ、そうなんだ。ほら、あそこにさ、天草の乱激戦地だったね。右手の方に神社がある。ああ、ほんとだ。あ、通れないんだそうね。なんだね。ちっちゃい鳥居が立ってる何か所かに。ああ、ほんとだ。綺麗だね、天草の海。引いてる感じなんだね。そうね、降りて餌遊びできそうな。あの鳥居まで歩けるよ。ほんとだね。南国みたいだね、本当に。海とさ、空が近くてさ、近いフェニッね。クスが植えられててさ、島がさ、どこ見てもさ、ポチョポチョってあるじゃん。そうだね。独特な地形だよね。面おい、白い。おい、道もこんな感じだね。はい、やってきました。はい。こちらですね、道の駅サキツのはい。駐車場なんですけれどやってきも、ましたね。そう、実はね、これから行くサキツ集落の公式の駐車場になってるので、そう、ここで車止めて、ゆうちゃん止めて行ってみたいと思います。今ここにいるから、ガイダンスセンターいるから、こうやって行く感じか。おお。ほほほ。へえ。ガイダンスセンターの前の横断歩道渡ったら、突然出てきたね。もう一気に出てきた、ほら。街並みがさ、やっぱりおしゃれな感じだね。そうだ古ね。風な古き良きって感じ。ここって教会？おお。立派だね。十字架のところに止まってるね。あれ？あれはどなた？誰？鷹？トンビ？ワシ？その辺の違いがいまいちよく分かってないんだけど。ここの先津教会なんだけども、もともとね、ここってキリスト教かどうかを調べるために踏み絵ってあったでしょ？それが行われていた場所なんだって。だからこそここに教会を建てたんだって。これさ、見た目はさ、ゴシック様式じゃん。なんだけども、教会内ってね、日本の生活様式を取り入れてて、畳が敷かれてて。あ、そうなそうの？なの。だからね、このキリスト教の人たちは床に座ってミサに参加してたんだって。ああ、マリア像の夕日っていうポイントに来たよ。はい、天草夕日八景だって。へえ。うわ、タイミング良ければさ、こんな写真みたいに。本当だ、すげえ。すごいね、これね。今日はどうだろうか。ちょっとやってみようとは思うけど、うまく撮れるといいですね。
ピース。はあ。命。鹿児島行きフェリーというのに乗ります。牛見から蔵の元っていうのかなっていうのに行ってくるんですけど、ちょうど来ましたね。フェリーがやってまいりました。あれ乗るんだ、超楽しみ。さあ、現在徐行しています。この道はですね、農道の一角なんですけど、実は左右にこれ鶴なんですよ。あ、鶴の鳴き声聞こえたね今ね。で、右にも左にも鶴がいるので、あんまりねちょっと速度上げちゃうとびっくりしちゃうので、ゆっくり走ってます。あの、幸いに周りに車もいないので。鶴の鳴き声初めて生で聞いてます。はい、やってまいりました。はい、こうなんかね、鶴が何飛来する、和泉市の鶴保護センターにそうやってまいりました。結構ね風が強いですな。風強くなってきちゃったんだけど、いやもうここに来るまでにね、もう いろんな鶴っていうの、なんか鶴の種類は知らないんだけど、うん、鶴がいっぱいいるんです。そう、今ねこれ真後ろにもすぐの場所に鶴がいて、ちょっと映ってるよね、うん、この辺にチロチロって。かな、そうだね、うん、すごい鶴との距離が近い、はい、そして鶴、生きてる本物の鶴初めて見たので、うん、もうそれだけで大興奮。そう、まあ動物園とかは見たことあるけど、ちょっと野生のちゃんとした鶴ね、うん、初めてでちょっと興奮気味です。うち動物園でも見たことないから。あ、そうなの。とりあえず行ってみよう。はい、行ってみましょう。はい、こっちは鶴観察センターでね、その方にやってまいりました。他にもねこんな感じで出店が出てて、ちょっとあったかいものとかもいっぱいありそうでね。そうだね、うん、カメラマンの人すごいんだよね、うん、鶴来てるからすごいんだろうね。ね、見て、めちゃくちゃ近い。うん、どのくらい近いかっていうと、このくらい近いです。ドアップだった。本当だね、すごい近い。あの集団の奥に白っぽいのいるよね。うん、そうね。でもだいぶ前だけど。ああ、すごいいっぱいいるね、うん、はい、ナベズル、マナズル、この他ね、いっぱいいるみたいですね。